皆さんこんにちは。今回はですね、この今やってきてるブーゲンビリアルファ学院アルファ3ガチャ、これについていろいろお話しさせていただこうかなと思います。まあ全員分の使ってみた動画もすでに出しておりまして、まあ SS 倍率だったり実際に使ってみた使用感だったり、まあいろんなこと分かってきたんで、今回はこのガチャについていろいろお話しさせていただこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。でね、こういう感じの動画はね、まあ、コラボが来た時とかガチャが来た時には私やってるんですけど、ちょっと今回のこのガチャっていうのは個別ピックアップっていうものがないんですよね。だから私いつもなんかこのガチャのこの3キャラはここが強いよ、ここがちょっと3体気になるよみたいな話していって、最終的にこのキャラが当たりですねみたいな、当たりの順番みたいなもの話して引くんだったら、個別ピックアップでこのキャラがピックアップされてる時に引いたらいいかなみたいな話してるんですけど、ちょっと今回はね、個別ピックアップっていうものがないんで、まあみんな確率均等なんですよね、ずっと。だから、今回はね、ちょっと形を変えまして、いつもだったらその3つの3段階非構成だったんですけど、今回は、このガチャを、まあ、引く理由ですね。まあ全体を見て、このガチャ引くときはこういう、引いたらいい理由がありますよ、みたいな話して、その後に、まあこのガチャは、いや、こういう理由があるから引かない方がいいっすね、みたいな。そんな感じの話に、ちょっと分けて、2段階構成で、ちょっと話していこうかなと思います。ちょっとかぐや様の時にもこういう感じで分けて話せばよかったかもしれないで、ちょっと今作りながら思ってましたね。なので、ちょっと今回はいつもと違って、そういう形でいろいろ話していこうと思いますんで、よろしくお願いします。でね、まあそんな感じで今回話していくんですけど、その前にね、ちょっと気をつけたいことが一つあるんですよね。まあ他の方も結構こういうこと言ってると思うんですけど、5月まで待ちましょう。まあいつも大体こんなことは言ってるんですけど、今回はね、特に注意点が必要です。なんでかっていうと、モンストの5月の前半ゴールデンウィークは、確か5、6年ぐらいずっとコラボ来てます。なので、まあ、例外がなければ、今年も来るでしょうということで、ちゃんとそのコラボが何が来るか、どういう性能がやってくるか、まあ、そういうところをちゃんと確認してから、今回のアルファガチャ、まあ、最終的には引くようにしていきましょうね。まあ、本当に今多分もう引いた人もいると思うけど、これから引く予定の人は、そこをちゃんと考えて引いていくようにしましょうねっていう風になっております。でね、特に去年はね、すっごい優しかったんですよ。まあ、去年もは、いつもみたいに学院アルファガチャ2がやってきたんですよね。で、その後に、コナンコラボが発表されたんですけど、コナンコラボね、5月1日から始まったんですよ。で、アルファガチャは2日まで引けたんですよね。なので、1日だけコナンも引けるし、アルファも引けるっていう神みたいな期間があったんですよ。だから、ちょっともしかしたら、こういう感じに今年もなってくれる可能性もあるんで、まあそういう情報をしっかりと確認してから、アルファガチャは引くようにしておきましょうねっていうことで、ちょっと事前注意ということで話させていただきました。まあそんな感じで、まずはこのブーゲンビリアアルファガチャ、まあ学院アルファガチャですね。まあ引く理由についていろいろ話していこうと思います。で、まず、3キャラの使い道ですね。ちゃんと使い道あるんで、そこのクエストで困ってる人は、このガチャ引いた方がいいのかもしんない。特に、ウボサスラアルファですね。このキャラは、2階の38っていうところで、めちゃめちゃに強いっす。本当に。まあ、現状、ランスロット X とかそういうキャラがいれば、なんとかなるっていうのはあるんですけど、これのために、属性限引くのはめちゃめちゃもったいないんで、まあ一応 1.2% の確率でこのキャラが入手できる。でまあ未開38すでに超えてる方はいいと思うんですけど、これから38を挑むことになる人は、もしかしたらこのキャラ持ってることでめちゃめちゃ輝くことになるかもしれない。ああ、あの時引いててよかったなみたいな、そういうことは思う可能性結構あるんじゃないのかなと思ってる。あと使いどころに関しては、まあ明確な使いどころっていうとそんなにないんですけど、アルスランアルファ。このキャラは、スピードアップ ×2 の能力を持ってるんで、これがね、役に立つってことは、歴史が証明してます。まあ、いろんな方の動画探せば出てくると思うけど、まあ、朝倉陽君だったり、機長だったり、まあ、いろんなスピードアップ ×2 のキャラっているんですけど、勝てないクエストも、こういうキャラを1体差し込むことで、勝てるようになったみたいな話ってすごい見かけるんですよね。特に難しいクエストほど、スピードアップがあればあるほど便利なクエストがかなり多いんで、まあそういうところで1体差し込んでおくことですごい使えるようになる。まあフレンドで出している人使ったらええやんっていう理屈もあるんですけど、このキャラを手に持っておけば、フレンドが出してるめっちゃ強い鍛えられた紋章のついてるものすごいキャラが使えるようになるってことで、まあそういうところでもかなり役に立つね。あとは一応まあダメを重力、ワープ、地雷全部無効化できるんで、ある程度はギミック無視してなんとかできるし、特にダメをと地雷っていうギミック対応してなかったらダメージ食らって死ぬ、この2つのギミックを対応してるってことで、死なないんですよね、ギミックでは。
だから、まあ、重力だったりワープだったり減速壁ブロック、まあ、いろんなところに対応してないんですけど、死ぬことはないからそういうところで無理やり連れてっても、まあ、足手まといにはなるけど死ぬことはないっていうことで、いろいろ役に立つ場面っていうのはちゃんとあるんじゃないのかなと思ってる。で、まあ、ブーゲンビリアルファはぶっちゃけ私使ってて思ったけど、強いは強いんですけど、使いどころそんなに今はないっすねちょっと無理やり使った感がちょっとあったりしたから、まああとは使えても結構昔のクエスト、わざわざブーゲンビリアルファじゃなくても勝てるキャラはたくさんいるよねみたいな、そんな感じのクエストでしか使えなかったんですけど、まあ、こういう時にいわゆる将来性っていう言葉を使うんですけど、ですね、引く理由がありまして、これがね、モンストのアルファはね接待されがち、まあ、コラボで将来性ですみたいなキャラはたくさんいれど、埋もれてったキャラもめっちゃいます。一生倉庫版だったキャラ、私も長いことモンストしてるから、なんかこのキャラ後々使えんのかなと思ったけど、結局使われないまま、まあ死んでったキャラも結構いっちゃったりする。だけどアルファはね、実装当時なんだこいつって思ってても意外と刺さること多いんですよね。まあそれはちょっと結構歴史が証明してるんですけど、ちょっとまあアルファでいろいろ見ていくと、まあその辺見られるんですけど、例えばまあ分かりやすかったのはこれね、フランクリンアルファ、実装当時光属性の重力転送壁っていうのがかなり増えてる時期があったんですよね。でこのキャラも例に及ばず、あれなんかやってきたぞみたいな、あれこれはなんかあるんじゃないのかと思ってたら、天魔の古城の Q で刺さりました。で今はもう正気とかチェーンソーマンとかいるからあんまり使われる影ないけど、半年正気とかその辺来るまではマジでもうこれ持ってるか持ってないかで天魔の Q の難易度ガチで違ったんで、まあそういうところで結構接待されることもね、まあこういうアルファはあったりするんですよね。まあ本当にこれ理想系のパターンね。あとは例えばレムアルファとかもそうかな。これもだから実装当時天魔なので使えるかな、でも使ってみたけどまあ使えるには使えるけど最強ではないよね。でその後にヤクモにすぐおかぶ割られちゃってちょっとね埋もれがちだったんですけど、マガツヒに使われるようになったことで、いるのかなこれでクリアモンスターで、いねえな。なのでマガツヒでちゃんと使われるようになった。でヤクモと違ってワンパンっていう役割も持ってるんで、ちゃんと立ち位置を確立してる。なのでやっぱそういうアルファ系はねしっかり回収されることが多いんですよね。あとはなんだろう、これかな、ボパルソードアルファ、これもね実装当時確か未開の30いくつかどっかのクエストをぶっ壊すようなキャラだったんですよ。これ持ってたらかなり楽よねみたいな。で実装当時それで終わりかなみたいな、一応確かこのチャージショット使ってイグノーで少し遊べるよねみたいな感じはあったんですけど、まあ、結局その未開とイグノーで遊べる止まりだったんですけど、この後にねクシャンティで刺さったんですよね。もうこれ、わかりやすい。わかりやすいクリアステージになってる。なので、こういうね、なんか意外と、なんだこいつって思ってるようなキャラも、意外とアルファはね、刺してくれることが、かなり多い記憶私あるね。で、すげえわかりやすいのは、マルタアルファと、ニュートンアルファと、神童アルファのクリスマスアルファのガチャね。これ、結構今年のアルファとなんか似通ってる記憶、あるかな。マルタアルファもね、実装当時めっちゃ強い性能してたんですけど、強いだけでいやー使いどころちょっとねえよなみたいな。でニュートンアルファも、まあ、実装当時そんな地雷原則のクエストなんて全然なかったんで、いやーこいつもだからキラーマシマシだから刺せりゃ強いんだけどなーって思ってたら、まあ今どうかっていうと天魔4の最強と天魔8反射枠の最強っていう2大巨頭を確立してる。後から見るとマジでこのガチャは引き得だったなみたいな感じになってる。まあ、神童アルファは確か実装当時一番当たりだったって言われてるんですけど、まあ今振り返り今見るとまあ一番ちょっと下に来ちゃうのはこのキャラになってるかな。確か今だと野幕絵と、まあ実装当時は確か近畿の22で友情コンボ誘発させたら強いよねみたいな使い方が確かもてはやされてたような記憶があったりする。あとはこれね、これ皆さん記憶に残ってんじゃないのかな、アンフェアでぶっ刺さったね。マジでいやは地雷しかまともなのねえやんみたいな感じのこと言われてたのがアンフェアでぶっ刺さって、1年くらいはもう本当に覇権持ってた。このキャラ持ってるか持ってないかでアンフェアの周回難易度が変わるみたいな、そういう感じで結構回収されてるんですよね。まあ、実装当時もともと輝いてるキャラは後から回収されるパターンっていうのはあんまりないんですけど、こういうオフィリアアルファとか、まあオンニャンコポンアルファとか、あとはアナスタシアアルファとかもそうね。まあ、実装当時どっかにちゃんと適性持ってたり使いどころがあったりするキャラは後々回収される例っていうのはあんまりなかったりするかな。まあ、本当に昔まで遡ると回収されなかった例っていうのもあるんですけど、例えば木陰アルファは、まあ、実装当時もちょっと微妙いイメージ私あったけど、
まあ今もそんなに目立った活躍してないね。あとはアロンツロットアルファも私そんなになんか輝いた記憶ないかな。なんかどっかの期間限定クエストとかコラボで輝いたことはあったかもしれないけど、まあそんななんか目立ってない気がする。まあアリスアルファもそうね。まあちょっと昔のアルファは本当に掘り下げていくと埋もれるアルファっていうのも存在するんですけど、比較的まあここ2年ぐらいのアルファはちゃんと仕事もら実装当時から仕事もらってたり、なんかちょっと微妙かなって思われててもまあちゃんと仕事はあったりする。あ、なんかエミリアルファなんか言われそうだから言っとくけど、これあのコラボ超究極のエキドナ最適だったから、実装当時に仕事があったパターンね。今だとちょっと埋もれてるかもしれないけど、まあ実装当時ちゃんと仕事はあったから、そういうところで何かしらの仕事をね、一回は、まあ、大なり小なりもらえることっていうのが、アルファガチャには、いい傾向があります。まあ、コラボは二度と引けないけど、アルファは確か年末の、なんか特殊なガチャで一応入手機会あったりするから、まあ、あとは復刻とかもあったりするしね。なので、比較的、コラボで将来性って言われてるキャラは、あれだけど、アルファの将来性は、まだ、コラボよりかは、確実性があります。で、特に、ブーゲンビリアルファはマジでそうね。本当に、このキャラは現状使いどころガチでそんなないんで、まあ本人が SS ループできるっていう強みなんですけど、これを 100% 発揮できるクエストがないから、まあ地雷と重力とワープ、この3つ出してきて、例えば地雷は出てきますと。で、例えば4ターンぐらいで爆発しますと。だから、艦隊で連れていくと、まあ死にますとね。地雷回収できないから。なので、例えば3体ぐらいブーゲンビリアルファ連れて行って、何か貴族性で地雷回収できる重力のキャラ、こういうキャラを連れて行って、ああ、ま、作野とかこういうキャラいるね。作野だったり、あとはま、最近の降臨の塗り壁だったり、まあ、こういうキャラを使って、その、ブーゲンビリアルファを接待する。まあ、天まで来るのか、ちょっとどこに来るのかっていうのはわかんないけど、そういう接待の仕方っていうのは考えられるんじゃないのかな。っていうかそうじゃないと、マジで、今、ブーゲンビリアルファもう本当にイラストだけやから。ちょっと、そういうところになっちゃうんで。まあ、何かしらこういうのは、後で何か指してくれることがあるんじゃないのかなっていうことで、まあそういうところに魅力を感じたら、このガチャ、引くのは結構ありなんじゃないのかなと思います。じゃあ次に、引かない理由ね。まあ、これはね、まあもうコメント欄とか探したらいくらでも言われてるようなこともあったりするし、まあ私の思ってることも、まあいろいろ話していこうかなと思うんですけど、まず、どういう接待されるかわかんないですね。これがね、あの一番理想系のパターン、一番最高の接待もらったパターンは、まああのキャラですよ。さっき言ってたフランクリンアルファ天魔っていう、毎月やんなきゃいけない高難易度で最適クラスを、まあ一時期とはいえもうずーっと持ってた。今でも使ってる人全然いるかもしんないね。なんでこういう刺さり方したら、マジでなんてあの時引いてなかったんだって私もなりました。でもみんながみんなこういう接待もらうかわかんないんですよね。まあ、さっき言ったレムアルファのマガツヒ、まあ、これ刺さりましたけど、あのまあ私エクストラ集会とか興味ないんで、まあレムアルファ当時たまあマガツヒ初回攻略の時は持っててよかったって思ったんですけど、まあ、集会しないんで結局まあ、そこで終わっちゃう。なのでまあ、どういう接待されるかによって引いときゃよかったどっていうのは変わってくるんですよね。まあ未開とかでも刺さったら、まあ、こういうところでも後々刺さったら助かるかなっていうのも思うんですけど、まあなんでちょっとそういうところが不安定。本当にどういう刺さり方、まあ、爆絶とかで刺さったパターンも確か昔あるんですよね。これかな、フェムトでナスの余一アルファっていうのも刺さったんですけど、確か当時どうだったっけな、そんなにねめちゃめちゃナスの余一アルファがもてはやされてたような記憶あんまりない。どっちかというとやっぱりまあこの確かクガユーマンがすごいもてはやされてたんじゃなかったかな、違ったっけ。まあそんな感じでまあいろいろ代用キャラがいたりする中でアルファもいましたみたいなパターンね。これがねちょっとまあ接待来たのは嬉しいけど、いやーもっといい接待来てほしかったなパターン。まあこの今言ったブーゲンビリアルファがどういう接待になるのかはマジで運営さんのみぞ知るんで、ちょっとこれマジでまあ未知数にかけるっていう言い方になっちゃうね。まあ、成功したパターンはフランクリンアルファ、失敗したパターンはまあいくらでもまあ爆絶だったり超究極風だったり、まああとどこだろう、まあ豪絶に刺さるかもしんないし、まあそこはちょっと何に刺さるかは運営さんのみぞ知る。なのでまあここにそのアルファは接待されがちって言ったんですけど、まあ、ちょっとどういう接待になるかは不明っていうところね、そこで未来にかける可能性がある。で次なんですけど、接待されますとは言ったんですけど、あのね結構こうやっぱりね、初回の適正キャラっていうのは埋もれちゃうんですよね。だから、そこがちょっと怖い。だから、例えば分かりやすいのは、ボーパルソードアルファの例かな。このキャラね、
初回の降臨、2回目の降臨ぐらいでは結構ね、もてはやされてたんですけど、割とすぐにね、あの、アビスがやってきちゃって、まあ、アビスで欲ね的な話が出てきちゃったんですよね。あとはまあ、工場の重心抱えてマッドハッタっていうキャラもいたし、あとは、まあ、篠田さんとか、そういうのでワンパンっていうのもできた時代だったんで、ちょっとそういうところで、まあ、ボパスアルファも今全然3位って持ってたら多分今も使ってる人全然いると思うんですけど、まあ、もっと上位適性が割と追加されてきて、埋もれがちになっちゃってるかなみたいな感じはあったりする。まあ、本当に、もうニュートンアルファとかみたいにガチでぶっ飛んでるような性能してると、もうこれ埋もれさせるようなことできないから、なかなか難しいところはね、今もニュートンアルファとアルファの、アムロの二大巨頭になってるから、そういうところで、まあ、本当にポテンシャルが高すぎる場合は、接待されても埋もれない場合もあったりする。あと、まあ、マルタアルファも、一応性能としてこの、超強 SS 短縮弾のおかげで、かなり、反射枠よっぽどなキャラ来ない限りは、SS 短縮要因として地位を得てるんじゃないのかな。まあ、そういうところを考えて、埋もれないかどうかっていう目線、まあ、あとは接待来たらどういう扱いになるのかっていう考えで見ていくと、まず、ウボサスラアルファは、まあ、本当にこのキャラ殴り強いっす。もう使ってみたらわかる、めっちゃ殴り強いやつやんってなるんですけど、通常時のね、やっぱね、特に、超重力ないのが、すっごい気になる。私使ってみた動画の時にスピードアップで補助してたけど、あれなしのバージョンも実は裏でちょっと触ってたんですよね。すっごい気になった。なんで。ちょっとね、挟まるクエストの未開38だから比較的あれだったんですけど、やっぱ、高難易度になると、いろんな雑魚処理同時に倒せよみたいなの求められたりするんで、足の遅さっていうのは、結構気になったりするかなっていうのは、ちょっとあったりする。で、アルスラアルファは、私使ってみた動画のタイトルとかにもしてるけど、接待は来ません。いや、これなんでかっていうと、もうね、接待したら強すぎる、本当に。スピードアップで、もう群れて適当に引っ張りハンティングするだけだから、もう、アルスランアルファで火力も高いしね、超バラで超マインでさらに2倍できるヒダーも、キラーも素浴びで持ってる。なので、速度も速いわ、殴りも強いわで、これ、貫通のダメを地雷連れてきたら、圧倒的に、アルスランアルファ超えるキャラ出せないですね。なんで、まあ、もしこれ接待するとしたら、ダメを地雷で、例えばワープとか重力どっちかがあったりして、なんかオールアンチで2回に1回は動けるよ。でも、本気で動けるのはちゃんとギミック対応してるキャラよみたいな、そういうクエストで、アルスランアルファは刺さるかなみたいな感じになってる。なので、まあ基本的には1体刺して使うような接待のされ方になるんじゃないのかなと、私は考えてますね。で、ブーゲンビリアルファ。これはね、まあ、さっき言った、その地雷回収してもらってサポートするみたいな使い方で使われるみたいな。本気はこのキャラがやりますよって言うんですけど、やっぱね、重力バリアキラーというのは怖いんですよね。天魔5見てください。ブーゲンビリアが、通常ブーゲンビリア使えて、重力バリアキラー M 持ってるんですけど、ボスも、ザコも、誰も重力まとってないです。これガチで怖いんですよね。誰が重力まとってるかで、これ重力バリアキラーまとってない敵にはキラーが刺さんないから、そこが怖い。そこが本当に怖い。どういう重力のまとい方かで変わっちゃうから、まあ、そこが私怖いね。で、地雷のクエストで出るってことは、例えば超マイン EL とか、まあ、地雷 EL とかで、3倍の差が、その地雷持った時の殴りで出てきちゃうんで、そこの差もね、意外と飛行のキャラって、結構気になる場合出てくるんですよ。まあ、ブーゲンビリアルファ重力バリアキラー持ってるんで、全員が重力まとってたら気にならないんですけど、まあちょっとそこの差は気になってくるかもしれないかな。あと私、もう一個これ運営さんに問いたいのが、味方の SS ターンを短縮するっていう能力このキャラ持ってるんですけど、なんかね、ターン短いんですよね。シオンとかはね、確か3体いたら SS 回せるんですよ。もう2段階目も確か1段階目もどっちも、ループで回せるんですよね。でも、ブーゲンビリアの場合、1段階目は3体で回せるんですよ。3人が同時に SS 打ち合って、誰にも、ちゃんと全員に触れて、味方の SS 短縮してたら、毎回毎回 SS をぶっ破するっていうのができるんですけど、なんか知んないけど、2段階目4体必要なんですよね。なんか、他のキャラはみんな3体いたら1段階目も2段階目もループ回せるのに、なんかブーゲンビリアルファだけ、2段階目4体ないと SS 回せないんですよ。4ターン短縮だったかな。なので、ちょっとそれ、私気になりましたね。まあ逆に言うと、あえて4体回せるように、4体で回さなきゃいけないようにしてるのは、接待を残してるから、あまりにも強すぎるんで、そうしちゃうと3体で SS 回せたら、他の残りの1体の最適キャラの SS 毎回毎回ぶっぱできるしね。なので、そこの調整で意図的に4ターンにしたっていう可能性はある。
まあそういうの込みでちょっと接待される理由っていうのにあるんですけど、まあただ性能だけで見るとちょっと下げられちゃったなみたいな気持ち私あるんですよね。なのでちょっとそこが気になっちゃうかな。まあなんで、まあ、実装その未来にかけて刺さる可能性っていうのもあるんですけど、まあ、最初の話戻すと後から食われる可能性っていうのも結構あるんですよね。まあクシャンティでアビスが食われた様で、例えばタイガー&バーナビーに食われちゃった、まあ、本当に例えば半年後とか5ヶ月後とかめっちゃ先の話になるんですけど、比較的やっぱ初回の適正キャラっていうのは最初から上位を最初から最上位をずーっと維持してるパターンっていうのはそこまで多くない。ニュートンアルファと風雷アルファぐらいかな、かなり長い間地位を保ってるのは。なのでそういうところでちょっとまあ埋もれちゃう可能性もありますよっていうのが気になりポイントで、まあ、最後にこれ、こんなタイムじゃデーゴに負けちゃうわ。絶対私が優勝してあの約束を。デイゴもう彼氏彼女やん。